はい、どうもこんにちは、エセいです。それでは今回なんですけども、3月1日より超 PayPay ペペ祭り始まる対象店舗で20%還元などということで、今回は久しぶりの PayPay ペペについてのキャンペーンですね。この動画では3月に開催される PayPay ペペのかなりお得なキャンペーンについて簡単にまとめましたので、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう ということで、こちらですね、超ペイペイ祭り、超お得な1ヶ月ということで、なんか響きとしたら懐かしいですよね。で、こちらのキャンペーンなんですけども、2021年の3月1日から3月の28日までの、約1ヶ月ほどのキャンペーンとなります。ま、あなぜか3月28日の日曜日までっていうね、残り3日残して謎なんですけども、とりあえず3月の28日までということですね。で、今回のキャンペーンなんですが、結構いろいろとあるんですが、ま、あそれぞれでね、簡単に見ていきましょう。まず、ここから見ていただきたいんですが、誰でもどこでも最 最大20%戻ってくる新規ならさらにお得ということで、それがこちらなんですけども、全てのスマホユーザーが対象。最大20%戻ってくるということですね。一応、今回は paypay 残高での支払いが対象となります。 で、見ていただきたいのはここなんですよね。まずは、最大誰でも20%戻ってくるんですよ。なので、普通に計算したら、1000円割ることの0.2。5000円分決済したら、1000円相当までが戻ってくる。かつ、ソフトバンクワインバイルスマホユーザーの方であれば、2000割る0.3。666 6円分決済したら、2000円相当戻ってくるっていうことなので、まあこれぶっちゃけソフトバンクワインバイルユーザーはめちゃくちゃお得なんですよね。で、他にもですね、ここにも出てる通り、3月に新規で登録されて、 された方であれば40%でソフトバンクワインバルユーザーの方であれば50%半年間このペイペイの利用がない方に関しては40%でソフトバンクワインバルユーザーの方であれば50%っていうことねなので久しぶりにそろそろペイペイ使ってあげようかなっていう方に関したら、まあ、これで参加するのはかなり価値はあるのかなと思いますでこの20%戻ってくるキャンペーンについての対象店舗として基本的にはペイペイ加盟店実店舗が対象であったりとかあとはネットのストアも対象みたいですねで他にもなんと なるので、公共料金払ってね戻ってくるのであれば、これで結構サクッと終わらせる方が手っ取り早いのかなと思いますね。まあですけども対象外の店舗もしっかりとあります。対象外店舗を追ってお知らせしますということなんですけども、今現在出てるものであれば、ペーペーのボーナス運用であったりソフトバンクマイナンバーの携帯電話料金の支払いは対象外。他にもこういったものが対象外ということになります。で、あと期間中はそのポスターとかネットストアのバナー等が目印ということなので、まあペーペーのねマップとかでも確認がおそらくできるのかなというふうに思いますね。詳細 いてはここら辺を是非確認してみてみください続きまして、ここの下の青枠のとこですね。ここもかなり熱いものが多いです。さらにお得ということで。 まずはここ、スターバックスで使えるということで、こちらのキャンペーンですね。対象店舗で PayPay ペイペイ決済で税込み300円以上の支払いすると、100円相当戻ってくるキャンペーンということですね。まあね、つい最近 PayPay ペイペイがね、スターバックスで使えるようになって、まあそれに関連するキャンペーンということで、個人的には結構これ楽しみにしておりました。で、スターバックスで PayPay ペイペイ決済税込みに300円以上の支払いすることによって、ネギのような付与となります。まずは、ソフトバンク、ワイバールスマフユーザー、もしくは Yahoo プレミアム会員の方であれば、期間中2回まで100 元相当が付与されると。ちなみに1回に100円まで、で期間中トータルで200円まで。でそれ以外のペペユーザーの方であれば期間中1回まで100円相当が付与されるということですね。これはペペ残高であったりとかヤフーカード後払いが対象ということになります。なのでその他のクレジットカードでペペ決済した場合は対象外となりますので気をつけてください。まあいいですよね。もう基本的にスターバックスのコーヒーって300円以上することが多いのでそれが100円引きっていうのは結構大きいのかなと思います。ですけども気をつけてほしいのはこの対象店舗には左側のトップがあって。 対象外店舗に関しては、右のようなトップがあるみたいです。ここは対象外店舗です、みたいなことが出てるらしいので、もしね、行きつけのスターバックスがあれば、しっかりとチェックした上で PayPay ペペ決済を行ってください。続きまして、二つ目。あなたの街の百貨店でお得ということで、それがこちら。先ほどお伝えした、全対象加盟店で最大20%戻ってくる。プラス、対象加盟店で最大5%戻ってくる。これと合わせて使うことができるということですね。還元率や与上限はご覧の通りとなっております。左から誰でも、 真ん中、ヤフープレミアム会員。そして、右側がソフトバンクワイブワイスマホユーザーということで、まあ上のね、百貨店キャンペーンの、付与上限のどれくらい使ったら上限に到達するかっていうことの計算だけ出してみました。一応、誰でもっていうところに関しては、1回に10万円まで、期間中トータルで20万円まで利用したら上限に到達すると。ヤフープレミアム会員の方の場合は、1回に5万円まで利用したら、付与上限の5000円相当に到達して、期間中トータル10万円使ったら1万円相当に到達すると。で、ソフトバンクワイブワイユーザーに関しては、一回に二万五千円まで利用したら、 一回の五千相当に到達して、期間中トータルで五枚まで利用することで一万円相当に到達すると。まあ基本的に百貨店のね、商品というのはまあまあいいお値段するものが多いので、これだけの還元があるっていうだけでも結構大きいのかなと思いますね。 まあ実際にどういったところが対象店舗なのかっていうところで見ていただきたいと思うんですけども、まあ今ご覧の通りっていう感じですね。まあ阪球半百貨店であったりとか、あと高島屋とか近鉄百貨店とか小田急であったりとか、まあ他にももろもろ出ております。まあ僕が知ってるっていうか僕が住んでる地域にあるものであれば、まあここの株式会社博多大丸とか、まあそういったところですかね。まああまりこういったところでお買い物したことないので、まあ行くことはほとんどないんですけども、まあ僕はルユーザーなので、 ま、何か買うものがあればね、寄ってみても面白いのかなという風に思います。続きまして、こちら、飲食チェーンでお得、街のショッピングでお得ということで、二つまとめてお伝えします。まあ、二つまとめてお伝えする理由が、ま、こちらなんですよね。まあ、結構数が多いんですよ。めちゃくちゃ。いろいろ出てる通り。例えば、飲食店であれば、この松屋ですね。キャンペーン期間中に全国の松屋、松の屋であったりとか、マイカリ食堂とか、こういったところで PayPay ペペ決済を行って、ソフトバンクワインバーリーユーザーの方であれば25%不要。で、Yahoo p r e m i の方であれば15% で、それ以外の方は10%付与ということで、 付要上限などはここら辺に出てる通りということになっております。他にもですね、家電量販店もまあまあお得でして、こちらビッグカメラで超お得キャンペーンということで、キャンペーン期間中に全国のビッグカメラの対象店舗、またはビッグカメラ .com において代金を PayPay ペペで支払うと、下記の通りの PayPay ーボーナスを付与しますということで、ソフトバンクワイムバレーリユーザーの方であれば20%で、Yahoo プレミアム会員の方であれば10%で、それ以外の方は3%ということで、まあね、ここまでお伝えしてなんとなく気づいてると思うんですけども、ソフトバンクワイバレーリユーザーの方のお得感結構半端 ないんで、すよねで付与上限が1000円、1回に1000円相当。で、期間中のとなるは5000円相当ということですので、何かこうビッグカメラとかで大きなお買い物される方は、ちょっとね、付与上限的には限られているところではあるんですけども、まとめて購入してみるのもありだと思います。で、続きましてこちらもありますね。ネットショッピングでお得ということで、対象の加盟店のオンラインのショップでキャンペーンが開催されるということで、まあまあ、こちらも今回数がめちゃくちゃ多いです。あまり僕が知らないお店が多いんですけども、例えばこのサンプル百貨店ですね。ちょくちょくね、僕の動画でも紹介 すすることが多いんですけどもまあ、ソフトマンクバイモレーユーザーの方であれば20%費用で、ハグプ,プレミアム会の方では10%、それ以外の方は3%費用ということで、不要上限はまあまあ大きくてですね、1回に3000相当で、期間中トータルで5000相当までなので、まあ僕は結構ね、炭酸水とか購入することが多いので、まあ、それを利用して使おうかなというふうに思ってます。 あとは先ほどお伝えしたビッグカメラであったりとか、まあ、ピザ屋さんであればピザハットもお得みたいですね。で、あとツイッターとか、僕の動画とかでたまに言うこのディリーフードとかでもお得みたいです。そして、ペイペイピックアップテイクアウトもお得ということで、まあ、これはね、2月から続いてるキャンペーンなんですけども、ペイペイピックアップを利用したら、ペイペイジャンボの1都最大全額戻ってくるキャンペーンということですね。与上限が1回に2000円相当まで、期間中トータル2万円相当までと。なので、ペイペイピックアップを利用される方は当たったらラッキーかなみたいな感じで使うのがいいと思います。そしてもう一つ、 先行エントリーで通信量がお得ということで、まあ、これに関してはちょっと前から情報出てたんですけども、ソフトバンクオンラインっていうね、新しくソフトバンクが出す新プランというんですかね、それが2021年の3月から開始予定ということなんですが、これに先行エントリーを行うことで、ペイペイボーナスが3000円相当もらえます。ちなみにこのプランの魅力的なところは、2980円。通信量が 20GB まで使えて、なおかつ LINE のギガノーカウントっていうね、LINE を普段から利用される方からすれば、結構魅力的なプランかな。 なと思いますで、その、ペイペイボーナスが参戦相当もらえるまでの流れなんですけども、まずは専用ページでエントリーを行うと。このソフトバンクオンラインのサービスが開始されるまでに行うと。で、それからソフトバンクオンラインに契約すると。これは2021年の5月の31日まで。で、サイト内でペイペイボーナスの受け取りの手続きを行って、で、ペイペイギフトカードっていうのがあるみたいなんですけども、それでペイペイボーナスが3000分プレゼントされるということですね。しかも7月初旬予定ということですので、まあ忘れた頃にもらえるんじゃないかなと思います。 で、先ほどお伝えした以外にも、3月で開催されるキャンペーンっていうのが、残り2つありまして、まずはここ、超 PayPay ペペ祭りでもペ、PayPay ペジャンボ、オンラインの PayPay ペペジャンボが開催されます。対象のネットストアで PayPay ペペで決済したら、一等最大で,でなんと全額戻ってくるということで、まあ、不条件が10万円相当までということですので、もしね、対象のお店で PayPay ペペで決済する場合は、まあ、こちらも当たったらラッキーかなっていう感じで参加してみてもいいかなと思います。で、あともう一つ、ここなんですけども、超ペーペー 口座解説ペイペイ残高チャージカードローンご利用で最大2万円プレゼントキャンペーンということでちょっと中身を見てみましょうでそのキャンペーンというのはこちらなんですが超ペイペイ祭り口座解説ペイペイ残高チャージカードローンご利用で最大2万円プレゼントキャンペーンということでこのキャンペーン自体は2つに分かれておりまして1番と2番に分かれておりますまあ、ですけどもこのキャンペーンを見た感じ2番は正直参加しなくてもいいかなと思うんですけども1番はかなり参加する価値はあるのかなと思い まあなんでかっていうと結構簡単なんですよね条件っていうのが内容としましたらジャパンネット銀行口座を開設ペイペイ残高チャージキャンペーンということでキャンペーン開催期間中にジャパンネット銀行の口座開設後開設月の翌月末までに合計1万5 0 0円以上ペイペイ残高にチャージをするとなんと現金4,500円をプレゼントしますということでえこれめちゃくちゃ良くないと思って僕が作った時ジャパンネット銀行を作った時と 特にこういったキャンペーンなかったんですけども結構今まで僕が見た中でもこの15,000万円以上をチャージして現金4,500円って結構厚いのかなと思いますで期間はまず口座を開設する期間として2021年の3月の1日午前0時から4月の30日午前11時59分ということですのでとりあえず3月から4月の1日までに口座開設を行ってそこからこの2021年の3月1日から5月いっぱいまでの間にチャージを行っ あえば先ほどお伝えした4,500円分がもらえるということですね。なのでまあジャパンネット銀行をメインの口座で使うかどうかわかんないですけども。 とりあえず作ってみる価値はあるのかなと思います。まあ残念ながら僕はね、既にジャパンネット銀行の口座を持ってるので、これにキャンペーンに参加することはできないんですけども、もし持ってない方がいらっしゃれば、参加する価値はかなりあるのかなと思います。で、先ほどもお伝えしたように、この2番に関しては、無理に参加する必要はございませんので大丈夫です。まあそんなこんなで今回は3月から始まる PayPay ペペの超 PayPay ペペ祭りについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあかなりね、ざっくりとした内容でしかちょっとお伝えはできてないので、 細かいところに関しては、キャンペーンページをチェックした上で参加してみてください。まあ、ぶっちゃけ今2月は2月でいろんなコード決済も、かなりかなり熱い状態なんですけども、3月の PayPay ペペも含めてですね、かなり見逃せない状況になってるのかなと思います。正直僕も今お伝えした中で、ちょっとどれに参加しようかなって迷ってるところではあるんですけども、とりあえずまあ僕自身はワンモバイルユーザーなので、まあ、かなりお得な感じでいろんなお店で使えるかなと思うんで、しっかりとちょっと使っていこうかなというふうに思っております。一応今回お伝えしたキャンペーンのリンクに関しては概要欄に 当てますんで詳細気になる方は是非チェックしてみてください。ということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました